カンバーランド軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は235,406人であり、2000年の213,674人から10.2%増加した。軍庁所在地はカーライルボーロであり、同軍で人口最大の町でもある。カンバーランド軍は他の2軍ともに、 ハリスバーグカーライル大都市圏を構成している。カンバーランド軍となった地域に最初に入ってきたのは1730年頃に到着した大部分がスコットランドアイルランド系の移民だった。初期の人口構成ではイングランド人やドイツ人は約10%に過ぎなかった。当初は農業に傾注し、その後に他の産業も発展していった。 これら開拓者が1738年に現在のシッペンズバーグ近くにミドルスプリング長老派協会を建設した。この協会はペンシルベニア州中央部で最古の部類に属する礼拝所となっている。1750年1月27日、ペンシルベニア植民地議会がランカスター軍から分離してカンバーランド軍を設立した。軍庁所在地はカーライルである。 その東端にあるサスケ花川に隣接するカンバーランドバレーの中に入ってもいる。西端にあるシッペンズバーグボロから東端のサスケ花川まで約42マイルある。ペンシルベニア州立大学、シッペンズバーグ校のオールドメイン郡内の古い町はシッペンズバーグとカーライルであり、それぞれが特徴ある歴史を持っている。シッペンズバーグにはペンシルベニア州立大学、 シッペンズバーグ校がある。ペンシルベニア州立高等教育体系に属する14大学の一つである。カーライルにも1773年に設立されたリッキンソン大学があり、またペンシルベニア州立リッキンソン法学校もある。アメリカ陸軍軍事カレッジとカーライル弊社の看板アメリカ陸軍軍事カレッジがカーライルにある。その広さ500エーカーのキャンパスには、 1770年代に設立された軍事基地のカーライル兵舎が立っている。高水準の軍人と文民を養成しており、戦略的な指導者になる準備をさせている。アメリカ陸軍では最も古い教育施設である。南北戦争の1863年夏、ゲティスバーグ方面作戦にあった南軍がカンバーランドバレーを通過し、短期間であるがカンバーランド軍を占領した。 20世紀、州都ハリスバーグの郊外が、軍東部に拡大し、カーライルと隣接するタウンシップも発展する、郊外地となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は551平方マイルであり、このうち陸地550平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.18%である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍民の一人当たり年収は3万1627米ドルであり、フィラデルフィア大都市圏を除けば州内で最も裕福な軍である。フィラデルフィア大都市圏を含めても第5位である。2008年11月時点でカンバーランド軍には15万2408人の登録有権者がいた。 南北戦争の前からカンバーランド軍では共和党が優勢である。1990年の州知事選挙でロバート PKC ーーがまた2004年の州財務官選挙でボブ k c ーーニアが民主党候補として当選したのが数少ない例となっている。軍政委員会は多数派であり、軍役人、衆議会議員も共和党が独占している。カンバーランド軍は アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第4選挙区に属し、2013年時点では共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第31選挙区に属しており、会員では第87、第88、第89、第92及び第199選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党、下院は 共和党5人が独占している。カンバーランド軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、 実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村など、その他の未編入領域も下記に挙げる。カンバーランド軍教育学区の区分図学集会修学前授業は低収入家庭の子供のために連邦政府と州が資金手当てする修学前授業である。この授業の対象は3歳児と4歳児である。これに参加するためには家庭の収入が 連邦政府の定める貧困線以下である必要がある。幼稚園前、カウント学校は低収入家庭と中流階級の子供で3歳児と4歳児のために、州が資金手当てする授業である。低収入家庭の子供は無料で受けられる。中流階級の子供は部分的に納税者手当ての奨学金を受け取ることができる。その額は収入に反比例し、 収入の上限は6万6千米ドルである。この奨学金を受けるために授業提供者は州の規定に従うと合意することになる。この授業はペンシルベニア州書記学習子ども開発局が運営している全米教育統計センターによる報告では次の私立学校が軍内にある。軍内には州立公園が3つある。ありがとうございます。